どうも、翔平 TV です。そしてどうも、ヨナギ YouTuber、スポーツマンです。はい、どうもよろしくお願いします。はい、本日は向こうずに、はい、僕は1年ぶりに参加したんですけど、そうです、1年ぶりです、ね、本当久しぶりに会ったんですけど、スポーツマンは両投げ両打ちなんですよね。そうなんですよ、そうなんですね、両投げ両打ちなかなかいないと思うんですけど、で今日は両投げ のグローブをまあ紹介してもらいつつ、はい、キャッチボールを実際に両方でこう投げてもらおうかなと、はい、それを僕はまあ受けるという感じでちょっとやっていきたいと思います。一応、はい、YouTube やってるんですもんね。そうですね、はい、そうですよね。ちなみに、はい、右と左の球速ってどんぐらいなんですか？僕今ですね、この前測ったのは右で132で、左で115ですね。おお、やばいっすね。何し結構本格派と南東派みたいな。そうですね、でも今僕企画進めてるんですよ。はいはい、はい、じゃあ YouTube でそういう企画をやってるということ で、はいはい、左投げ120キロ目指していて、はいはい、まあ、あと5キロなんですよね。あ、だからもう背の届くとこまで来ましたね。そうですね。もしよかったら皆さん、あのスポーツマンの、はい、リンクはね、あの下に貼ってあるんで、はい、見てもらえると、はい、よろしいです。とりあえずキャッチボールしていきましょう。はい、それではいきましょう。ゴーゴー。はい、ここでちょっとグローブ紹介していきたいと思います。これはですね、両投げの玉沢のグローブです。これはね、楽天でね、2万円で買いました。他にもね、両投げグローブ水野とかあるんですけど、やっぱ玉沢の方がお手頃価格なんで、両投げ目指してる人はぜひ買ってみてください。はい、これもう両方いけるんですよね、右も左も。はい、ここでグローブチェンジ、左に投げます。出してきます。よいしょ。はい、というわけでやってきました。はい、やばいね、手見て真っ赤や、真っ赤わかるかな、めっちゃ真っ赤っすよ。やば、結構あの球の球威上がってる。上がってますよね。確かに上がってるし、はい、回転もすごい綺麗だったから、はい、これもうちょっと頑張ればさ、そうですね、120いくんじゃない？いきますね、うん、もういきますね。あと5キロね。このグローブもないよ、ちょっといいぞ。はい、そうですよ。これやばくない？これ左と思いつつ、こっちもね、ほらすごいよこれ。なかなかねえ、こういう方だからね。あの魚で言うと、ヒラメとカレイみたいな感じ。いや、ヒラメとカレイがもうダブルで食っちゃったみたいな。ヒラメカレイですね。はい、というわけで本日は両投げ両打ちの、スポーツマンとキャッチボールする動画でした。はい、もしこの動画がいいと思ったらチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。お願いします。それではありがとうございました。ありがとうございました。 OK です。 OK、 意外にまとまりました。本日のご視聴ありがとうございました。もしこの動画がいいと思ったらチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやっておりますので、フォローの方よろしくお願いします。今後動画でやってほしいことがあればコメントにどんどん書いていってください。お願いします。また見てねー。